お疲れ様です。さあ、というわけで、ジュビロイ田対東京ベルドシア1対1の引き分けという形で終わりました。えー、前の試合と言いますかね、1時間前にやってましたエスパルスと熊本さんの試合がですね、えー、熊本さん勝利ということで、この試合に勝った方が2位に上がるチャンスがあったというような試合だったんですけども、引き分けに終わってしまったということで順位は変わらずというような形でありました。非常に、非常に悔しい結果というふうになっております。 いや、ただね、あの、そういった状況もあったし、まあ、前、他の試合に、えー、他の試合の結果関係なく、もうお互いが、ぜが非でも勝たなきゃいけないという気合、バチバチの試合でね、あの、本当に当事者じゃなければ見応えめちゃめちゃあって面白かったんじゃないかなと思うんですけども、えっ、ー、と、当事者たちはね、本当に悔しい結果に終わってしまったという形になっております。 いや、ベルディさんもね、すごい気迫でありましたね。もう本当にどっちに転んでもおかしくないというような試合でありましたし、まあそもそもね、先制点を取ったのは東京ベルディさんだったというところになってますんで、まあベルディさんのね、その、まあプレーっていうんですかね、もうカウンターが恐ろしすぎるっていうところがありましたね。まあ、やられたのもね、こちらのコーナーキックのボールを一気に、えー、カウンターで、 決められるっていうね、そんな形でありまして。なんかね、ヴェルディさん相手であの、ゴール前から持ってかれて、あの、逆にゴール決まるっていうのがね、本当になんかこう、ふと思ったのが、あの、昔ありましたね。ゴン中山選手の、えー、PK がクロスバー直撃してその跳ね返りをかっさらわれて、えー、むしろゴールを決められてしまうみたいなね、えー、そんなことがありましたけどそれがね、ちょっとフラッシュバックするような、ちょっと気分が悪くなるというかね、う頭が痛いみたいなね、そんな形でありましたけども。 まあ、うまくね、その、カウンター一発やられてしまったというところで、非常に局面としては厳しくなってしまうながらも、上原力也選手のね、あのー、2試合連続のゴラストですね、素晴らしいゴラストでありました。松原光選手のシュートの跳ね返りをうまく繋いで、えー、こちらのね、右サイドから、 あの、技あり、左足のね、技ありシュートというような形でありましたけども、本当にね、あれが決まってくれたおかげでかなり息を吹き返すというような形でありましたし、なんか知らないんですけど、僕のタイムライン上では清水エスパルソンサポーターたちもすごい喜んでるみたいなね。もう、もうい,いけ、ナイスシュートだみたいな。ナイスゴールだみたいな。ただもうこれ以上点取るなよみたいなね、そんな、うん、もう、アビ共感が生まれておりましたけども。えー まあそんな感じはありましたが勝ちきることができずというところでありましたまあただね、上原力也選手ナイスシュートでありましたしよく言えばもう1点取って勝ち切りたかったのではありますけどもまあ勝ち点1を2位と詰めることができたというところはねまあ非常にまあ少なからずポジティブな要素ではあるかなというふうに思いますま泣いても笑ってもねあと2戦しかないわけですよ もう絶対条件として勝ち点6を取るしかないと。じゃないと自動昇格権にはいけないというような状況であります。それがまず最低条件になってます。デ2位のチームがこけてくれることを祈るばかりみたいなね。そんなあの、超足り気本願寺な感じではありますけども。まあ、なんとしてもね、えっ、ー、と、諦めるわけにはいかないので、気合い入れて応援していくしかないんです。 次節もね、ヤマハスタジアムでの今季の最終節であります。そして最終節は栃木アウェイということになっております。北関東相手にね、2試合連続というような形になりますけれども、まあ、強敵だとは思います。簡単じゃないです。順位はね、あの、水戸さんも栃木さんも下の方に祝いしますけども、簡単な相手じゃないですよ。ただ、 そんなね、簡単な相手じゃないところにも勝っていかなきゃいけないというところになっております。やはりね、勝たなきゃいけないところで勝ちきれない、むしろ負けてしまうっていうことがね、ポコポコとあった結果、今、非常に苦しい局面に立たされているわけなんですけれども、そんなの知ったことじゃない関係ないと。あの、選手たちもね、あの、決して、なんていうんですかね、あの、モチベーション低く戦っているわけでも絶対ないですし、この今日の結果に対しても非常に悔しい思いをしていると思います。そういうのがね、もう、 ま、今日僕打ンだったんですけど、打ンからもすげー伝わってくるな、というような感じでありました。ですんでね、あのー、僕らもね、ちょっとその、今日勝てば2位に上がれたっていうところに関してその、フィーチャーしがちというか、もう目線が行きがちでありましたし、僕自身もね、まあ、試合終わった後はクソーっていう、その、2位に上がれなかったっていうのをもどかしく思う気持ちがかなり先行したんですけども、よくよく考えてみれば、 えー、まず、まだまだ終わってないですし、よくあの状況から追いついたと思いますし、リーグ最小失点だったのかなあの、ベルディのその牙城をまず一本崩せたっていうところがありましたんで、えっ、ー、と、むしろね、まあマイナスなところに目が行きがちですけども、あと残り2戦気合を入れていくために、あの、より一層、なんていうんですかね、モチベーションになるというか、逆境に立たされるというか、 排水の陣が敷けたという風にね、あのプラスに捉え,捉えて、残り2戦をね、戦っていきたいという風に思っております。現地参戦しようと思ってますんで、ぜひとも気合い入れて応援していきますんで、あと2戦ね、悔いがないように、自分が、自分たちができる最大限を出し切って戦っていきましょう。選手たちはそのつもりだと思いますし、僕らサポーターもね、下を向くことなく、上を見て戦っていくようにしましょう。 今自分ができる最大限のことをやって、終わった時に悔いが残,残らないように、悔いが残らないように、むしろ笑えているように戦っていくようにしましょう。というわけで簡単ですが以上です。試合内容に対してはそんなに触れてないですけども、今この状況に対する気合の気持ちとして、今喋ってます。頑張っていきましょう。お疲れ様でした。